うえ、びっくりした。やべ、おい、ちょっと待って、ちょっと待って。ダブル。やあ、クソゲーだ、絶対。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。新しいアサルゲーム見つけたからさ、それやりたいんだよね。2週間ぐらい前に出たゲームなんだけど。このアクション性でさ、アサルゲームなのよくない？一見面白そうなんだよね。一見面白そうなの。評価やや好評。やや好評ならいいんだよ。でも騙されてる可能性があるからちょっと検証しに行く。で、ブートキャンプ、チュートリアルがあるらしい。チュートリアルが行きましょう。うわぁ。なにこの中国芸館。ちょっと待って。あれ？あれ大丈夫か？危ないか？なんか意外と、インゲームになるで安っぽかったんだけど。いやぁ、これ PV 先芸なのか？いやぁ。え？ちょっと待って。え？一発の、一発でこれこんなずれんの？リコイルむずすぎだろ。しかもさ、右斜めと左斜めランダムなんだけど。全自動で一回やってみる？すごいよこれ。あー、空が綺麗だ。あー、空が綺麗だな。やべえ。渋滞から抜け出そう。待って。スタック前提なんだけど、このゲーム。渋滞から抜け出してスタック対策だったわ。じゃあシングルプレイヤーゲームやってみようか。あれ ?PV めっちゃ画質よく見えたんだけどな。なんでだ、これ危ないな。ちょっと待って、だいぶアサリ出して、アサリがおもろかったらかな。いやー、クソゲーだ、絶対。なんでこんな安っぽいの。レジャー。レジャーではやりたくない。一回大惨事で行ってみるか。危ないよ、ほんとにこれ。でもちょっと PV は面白そうだったな。頼む、アサリがめっちゃおもろかってくれ。ゾンビウイルスが発生し、シェルターで3年間暮らしたが、シェルターの日数が徐々に降下し、追放され、目視力を生き残るには、自分の力しかありません。もう3年経ったんだ。だって。いや、もう結構持ってる。おおなんか拾っちゃったんだけど。これも、あ、じゃがいもと、メンタリティがプラス1。あ、いや、これこの世界に住んでるとメンタルやられてくんだ。気のせいか。うわ、来た。ロック返す、簡単なブフィン。うえ、びっくりした。やべ、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ふざけんな。適当にここに置いて、で、次はボードを作んないといけなくて、この木を切ってみる。はい。はい。ダブル。なるほどね。日が暮れてまいりました。なるほど、ちょっとやばいやばい。暗くない？大丈夫そう？一回帰るか。一回帰る。一回帰ろうっていうか言えないけど。暗いかも。暗いかも。学習条件ってどこで見んのこれ。石が。ああ！あ、そういうこと？やってたんだろうな。
食えたら食いてぇや。ここは初期のところだから出ないんだと思う。離れてみる一回。てかマップとかあんのかな。 What the? OK? 俺んちがここだ。空港がある。意外と面白くそうじゃないこのゲーム。大丈夫か大丈夫かとか言っちゃった。なんかこっちにね、家があるんだよな。これさ、ちょっと高度上げらんないの。ちょっと待って。これ夜なんだけど、これ。一気に昼になっちゃったんだけど。まあまあいいか。まあいいか。どれどれ。まあゾンビはいるのかな。左側の視界捨てすぎやろ。爽快感ある。殺す時の爽快感すんげえな。デザートイグル落ちてるけど、こんなにポンポン武器見つかっていいんか。おいおい、グロッグ。おお、笑わわ、天気もいい。笑いたくないと衝動もろい。笑わわ、アドスだけ一人昭和つつい。ふくすって果汁してんでくさ。これはこれでどうなの。お尻ペンペンバグってんな。まあ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 、触りはまあ悪かはないよね。一回電気しとこか。いや、もっとこう、これやや好評の意味わかる。未来に向けた評価をしてる。やや好評は将来的に好評っていう意味だね。これは一旦これはちょっと懐にしまって将来どうなるか楽しみにしておこうか。まだまだこの時点でね、この時点で返金なんて私はしないですよ。開発者じゃん、シャーシャン。アップデートの予定表、ファーストパーソンモード、一人称オンリーのモードができますよと。トラップがたくさんできる。ああ、じゃあもうセブンデイズトゥーダイを目指してるんだね。って言っちゃよくないか。あ、な、モアスペシャル、なんかゾンビのスペシャル版も出すようにしますよっていうね。ああ、これはよくない。これはね、あんまいい印象を生みませんよ。いいんだから、ミリタリーで。これ、荒野行動みたいなことしなくていいのよ。いや、こういうのいらないよ。最後よくないね、これ。これよくない。アップデートを今後待ちましょうというゲームでした。皆さんなんかアサリゲーとかがあったら俺教えてください。何これ、これな、これ何、これミストサバイバルって。いやいや好評なんだけど、俺やや好評怖いんだけど。あーでもおもろそうだな。でもおもろそうだな。第一印象は久しぶりの両ゲーサバイバル。焚き火から物干し台、ジェネレーター、そして車の運転、制作できるもの序盤から意欲をそそり、探索するモチベーションを高めてくれます。出てくる敵はゾンビ、クマ、人間の3種類を確認しています。ゾンビはかなり強く、ガチで殴り合っても倒せるのは1体が限界。これが2018のものですね。そしてこういうのはね、レビューというのは最近にするんですよ。はい、まずい。雰囲気を見てから買おうと思っている方、まず深呼吸をしましょう。随分と長い間開発しているが、一向に進まないどころか、一遍まっさらにして、一から作り始めちゃったゾンビサバクラ。は？これ、迷走したね、これ。説明不足すぎて遊びづらい。そしてバグでセーブができなくなることが頻繁にある。危ねえゲームじゃねえか。敵の NPC の神エムによって、瞬殺は当たり前だし、その際に、死んだ場合にアイテムは没収となので、こまめにセーブして、死んだらメニューに戻ってゲームをロードで繰り返し。なんか、死にゲーとかしてるじゃん。ちょっと違うなぁ、求めてるものと。
すげえこのレビュー。スカムっていうさ、さっきのゲームのもっとハードにしたみたいなのがあるんだけど、このレビュー見て。プライベートサーバーを1ヶ月間借りて、サーバーマルチプレイを313時間やったほどの感想。結論から言うと現時点。まあ、クソゲーだ。良かった点。特になし。悪かった点。無駄に、大小便を自分でやる必要があり、ちょっとやり忘れたらすぐ失禁。無駄に無駄な、様々な栄養素、ビタミンメーターで足りないものを摂取しないといけない。面倒すぎる。蒸気のより様々な行かない人が、一回死ねば味みたいにパーフェクトな体調と栄養で復活する。よくできたな。これ、ストレスで剥げ腐るんじゃねえか。水だけのレビューもあるよ。モーターボードで移動してるとき、天気が悪いと波に飲まれて海の底に沈む可能性がある。いるかこの塩。おもろい。確かにいらないかもしれない。